皆様、本日はアメリカで最も古い伝説の街、フロリダ州セントオーガスティンからお送りします。この街には青春の泉と呼ばれる伝説の泉がある。青春の泉だと？そんなものは間抜けどもの戯言に違いないってもんだよ。本日の商品はマンゴー。俺のいとこにマンゴーってのがいるよ。商品はそいつか？スターター、水着のビビッド登場、こいつはいいね。マシな方じゃないか、スターター。各マシン砂を蹴って走っているが、ブラック魔王とケンケンは砂にうずもれた。西部の男の見たところ、エンジンに砂が入っちまったと思うけど、どうだい？その通りだよ、マック。こいつはこれまでで一番ずるくて最高に汚い罠だぞ。ケンケン、そこのレンチをよこせ。うわぁ、なんだよ、エバルナ。早くしろ、ケンケン。あれ？うわぁ、ケンケン、お前青春の泉に入ったのか？うぅ、かわいいぞ、キスしちゃおう。アペッ。いいぞ、ケンケン。すごいアイデアを思いついたぞ。いい奴らが来たら、この泉の水をぶっかけてやる。子供に戻った奴らは、未成年運転で捕まってリタイア。俺様の優勝と、こう来ちゃうわけだよ。商品をいただいて大金持ちだ。やるぞ、やるぞ、やるぞ。来たぞ、ちびっこ作戦の開始だ。今度こそ優勝だ。間違いなしだ。おい、よくも僕のトラック壊したな。ママに言いつけてやる。泣かないでよ、大丈夫だから。やった、閉めたぞ。奴ら全くだらしなくなってるよ。あれ、見て、先生、いい子だからそいつを渡しなさいよ。いやいやいや、悪い子だ、ケンケン、ケンケン。痛い、やった。しまった、子供になるなんて嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。ちびっこになったレーサーは置いといて、他のレーサーの様子は、ワニゴリバギー300は現在トップ。おや、この辺にワニ園があるみたいだぞ。それって一度見てみたかったんだ。ここだ。イメージと違うな。おお、これはなんと古い古い学校。一番乗り、一番遅いやつ、ノルマーヌ親友。ごめんよ。350に足す2022の2分の1は分かるか？母ちゃん、7363。よくできた。マック、1足す1は4じゃなくて7。ちょっと待って、何が見える？見えた、見えた。私、学校は嫌いなの。大変だ、ブラック魔王学校に突っ込んだ。少しで答えが分かったのに。意地悪してやるぞ、豆鉄砲食らわせてやる。あっと、みんな元の姿に戻った。詰まっちまって抜けねえよ、ケンケン。ケンケン、なんとかしろい。知らねえ。さて、本日の優勝はワニゴリバギー300。さあ、商品のマンゴーだよ、たっぷり食べてくれ。これこれ、大好物だよ。